僕は11時34分に間もなくなります。メールファックスもう番組始まる前から続々いただいてるんですが、はい、その中の一通がですね、はい、これ匿名希望の方なんですけれど、うん、先ほどちらっと話をした、はい、サザンオールスターズの桑田佳祐さんが、はい、アコさんの曲土砂降りの雨の中でを絶賛していました、はい、最近ですか？最近みたいですね。はいはいはい。桑田さんは、はい、アコさんのことを、はい、日本のアネサ・フランクリン、恐れ多いですね。ありがとうございます。この手の歌を歌えるのはアッコさんしかいない。喉にオーバードライブがかかっている人はいない。どうなんですか、オーバードライブって。車運転しないから分かんないんだけどオーバードライブってどういう意味ですか？いや、これ桑田さん流の表現だと思うんですよ。はいはいはい。オーバードライブ、オーバードライブですから、もうドライブしすぎてるんですよ。よくわかりませんけど、グルーヴ感みたいなニュアンスで撮りましたけど、なるほど。桑田さん流の表現です、はい、喉にオーバードライブがかかっている人は他にいない、はい、リズムもいい、はい、本当に最高の歌手。うわ、今年50周年だそうですが、はい、100周年もあると思うよみんな死んじゃってでもこの人だけやってるよきっとやりたいね。いや、ただ生きてるだけやったらあれだけど、歌っていたいね、100歳で。いや、これはすごいね、褒め言葉。わ、嬉しいな。いや、桑田さん本心じゃないですか、100周年もあると思うよっていう。嬉しいですね。アコさん100歳って言いましたけど、50年後ですから100歳じゃ聞かないですよ。あ、そうかそうか、はい、そうか、アホやろ、そういうとこがほんまや。120近いんだ。120近いです、はい、で、桑田佳祐さんなりのジョークを交えながら土砂降りの雨の中でを紹介されていましたと。わー、49年前の歌ですよ。そうですね、はい。わー、嬉しいですね、桑田君、ありがとう。そんな桑田佳祐さんは今年12月、はい、またまた一人紅白歌合戦やるんですよね。やりますね。なんかあの新聞でちらっと見ました。かつて白組のラストを、はい、桑田佳祐さんは和田昭雄と称して、はい、そうあの鐘を鳴らすのはあなたや、はい、笑って許して歌われていましたね、はい、今回も和田昭雄が出るのか楽しみにしています。あ、そうですね。その時はね、私ね、お手紙もいただきましたよ、桑田さん直筆、直々にね、うん、はいはい、この番組で紹介しましたよね。しました、はい、いや、でもあのそうやってあのなんていうかな、あの使っていただくってのはすごい嬉しい。でも桑田君の言葉が嬉しい、励みになる。はい、いやー、頑張りたいね。日本のアネサ・フランクリン。アネサじゃない、アレサですよね。僕もそう思ってましたよ。原稿にアネサって書いてあるから俺が間違ってると思って。それじゃ聞きゃいいじゃん嫌なやつだね日本のアネサ・フランクリンはそんなこと言いませんよ残念だいや、でも本当に僕も残念です、こんないい話の時に。いやいや、いやいや、本当に桑田君ありがとうございます、頑張ります、はい、ありがとうございました。私も桑田君大好きですから、ね、それじゃあ、はい、サザンオールスターズの曲、あ、いいね、はい、おかけしましょう、はいはい、サザンオールスターズで北鎌倉の思い出。